トータスへ突撃戦車はイギリスの重戦車である。第二次世界大戦中に設計開発されたが、終戦により6両の量産に止まった。本社は強固な防御地帯の敵兵力を排除する用途に開発された結果、機動性より防御能力を重視した。ボービントン戦車博物館に所蔵されているトータス1943年の初め、連合軍は将来、 ヨーロッパで進行を企てたところの相当数の抵抗勢力がジークフリート戦のような強固に要塞化された地帯で敵と戦うことになるだろうと予想していた。そこで新しいクラスの車両が考案された。それは機動力よりも防御力を優先した突撃戦車だった。当初開発作業はクロムウェル巡航戦車を原型とするエクセルシアージュ突撃戦車と バレンタイン不評戦車を基礎にするバリアント不評戦車に集中された。さらにチャーチル不評戦車の走行をアップグレードするプログラムもあった。1943年4月、陸軍大臣と軍事省は突撃戦車に関する共同契約書を出した。この契約書で指定された仕様は不明確なもので強固に防御された地帯で作戦を行う特殊な目的を持つ車両であり、 第79機構師団の専門部隊に配備するものとされた。ナフフィールド・オーガニゼーションでは1943年5月から1944年2月の間に18通りの別々の設計を立案して答えた。各設計案はどれも前のものより大きく重たいものに変更されていった。1944年2月には a t 1 6が設計完了され、 戦車委員会によって25両をモックアップの段階から試作研究を経ず直接生産するという提案が承認された。それは本社を1945年9月には作戦投入可能にするという内容であった。25両の生産命令が陸軍省によって出され、作業が開始された。戦争終結後、製造数が減らされ、本社は6台だけが生産された。 試みに、ドイツへの輸送試験が行われた。本社の機械的信頼性、機関の十分な強力さ、砲台としての安定性が証明されたが、80トンの大重量と3メートルの全高のために輸送が難しいこともまた明らかとなった。トータスは、旋回砲塔の代わりに固定式の戦闘室を持ち、一般的な戦車よりは自走砲やドイツの駆逐戦車に近い。 搭乗員の内訳は、社長、操縦手、砲手、2名の32ポンド放送填手、2名の機関重手である。内部的には3つの区画に分割されている。走行変速装置が全部にあり、搭乗員は中央部に位置し、ロールスロイスミーティアエンジンが後部に収容された。両側面の干渉装置は、それぞれ4組のボギーで構成された。 ボギー1組は2組の天輪からなり、天輪のペアはトーションバーに接続された。本社のメリットブラウン走行変速装置は逆回転機能を有し、それによって本社は前進するのとほぼ同じ速さで交代することができた。ライン側での輸送試験中にトレーラーで牽引されるトータスオードナンス QF32 ポンド砲の設計はイギリス軍の3.7インチ降車砲を改造した。 ものである。弾薬は、創薬分離形式であり、弾頭は32ポンド誹謗鉄降弾を使用した。射撃試験では、本砲は、約1000ヤードから、ドイツ陸軍の V 号戦車パンターを撃破した。32ポンド砲は、補助動力付きの砲画に装備され、射界は限定されていた。砲画は、従来型の虎に恩を用いず、車体全面に突き出た大型休憩砲画を通して、 装着され、2 5 5トルの装甲で、防御された。その左側の休憩装甲銃下には、ベサキ艦銃が据え付けられた。さらに2丁のベサキ艦銃が、車体天井の右側に位置する重頭に装備された。6両作られた、トータスのうちの1両が残存。イギリスのボービントン戦車博物館でレストアされ、今も、稼働状態で保管されている。ワールドオブタンクス。 イギリス軍の駆逐戦車として登場。また、本社へとつながる開発ルートは AT AT、AT2、AT8、AT7、AT15、本社となっており、本社以前の AT シリーズも開発可能である。ウォーサンダー、イギリス陸軍の駆逐戦車、トータスとして登場。バトルフィールド1942モット、フォゴトゥン、ホープシークレットエーポンに、イギリス軍兵器として登場。 手法を火炎放射器に換装した AT-17 も登場する。ありがとうございます。